おはようございます。おはようございます。こんにちは。おはようございます。今日も現地でトーク会なんですけど、そうですね、楽しみ。じゃあ皆さんフライングしないでもらっていいですか。お誕生日おめでとうって、明日なんです、私明日なんで明日行ってくださいまだ10日ですから。今日こんにちは、おはようございます。明日なんです、私誕生日明日なんですけど、そうだから明日行ってください明日に撮っといて。わっ、揺らしてしまった。こんにちは。今日直接おめでとう言います。ありがとうございます。今日、昨日もね、すごい今日行ってきますねっていう方とかいっぱいいたんですけど、おめでとうって嬉しい。他にもなんかいろいろおめでとうって言ってもらえて幸せ。明日何時から配信決めてません。決めてないんだ。何時からがいいかな。あれ、明日って平日でしたっけ。なんかお父さんがあれ祝日じゃないみたいな言ってて、え、でもなんかカレンダー見てもなんか普通にあれだか平日だよね。なんかよくわかんないこと。平日よね。こんにちは。平日なんで、あ、オリンピックの関係で平日なの。あー、なんか悲しい。せっかく私の誕生日の日だったのに、なんだ平日かい、悲しいな。そう、やっぱゆずのさ誕生日だから、そう、全国民をお休みにさせて、私に盛大に、私への、私に最大の盛大化のお祝いをしてほしかったのに、平日かい、なんだ何なん？ギフトありがとうございます。ありがとう。もう強制的にみんな休みさせて、全国民、そう、私の家に来させておめでとうおめでとうってそう、家の前大行列になっちゃうから。こんにちは、おはようございます。こんにちは。って言ってもね、今日はそんな長く配信をやっていられないので、ちょっとあっさり終わっちゃうんですけど、明日はちゃんといっぱいやるから待っててください。なんだ、明日平日か、てっきりなんか祝日だと思ってたな。平日なんだ。
そう、お父さんがよくわかんない、なんか明日祝日だよとか、なんかゆずきの誕生日の日は祝日だみたいな、なんか言うから祝日だと思ってたけど違うのね。なんだ、悲しい。こんにちは。ギフトありがとうございます。ありがとう。昨日はトーク会ありがとうございました。こちらこそありがとうございます。今日もあるけど皆さん楽しみに、楽しみだね。こんにちは。そう、昨日ねもらったんですけど、今回のグッズ、チケットホルダー、今回顔なんですね。そう、コヨーチフラグの時は名前だけで斬新なチケットホルダーだったけど、今回はお顔がついていらっしゃるということで、どうや。なんか昨日はなんかファンの方がこれラス1だったとか言ってた。嬉しい。これとこれですね、クリアトレーディングカードみたいなやつですね。これかわいいのは写りはちょっとまあ微妙って感じですけど、まあ、まあ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 、光で見えないんだよな。そう、なんかリングライトでさ、すごい反射してんのよ。あ、ここか、ここか、ここだ。ピース。あとこれ。これはなんか初めて、ん？なんかあんまり見たことない。雑誌じゃないよ。なんで雑誌って言ったんだろう。グッズですね。これはなんかこうパチってやるんですね。ここにこう。こうやってパチってやって何かを引っ掛けれますよっていうのもあるらしい。そういう感じ。今日分で売ってれば買いますね。あ、ありがとうございます。ぜひ皆さんゲットして私のレーン来た時にこれをぶら下げてきてください。裏にはこうやって入れてくださいいや、できてない。そう、もうね、これね7月の頭に撮ったんですけど、多分これ前髪が違うんだよね今と。ぜひ後ろに、そんな感じでした。かわいい。あれですよね、これが普通に選べるんですね。これも選べるんでしたっけ。で、これだけがランダム、チーム別のランダムらしい。皆さん頑張ってください頑張ってくださいっておかしいか。でもなんて言えばいいか分かんないから、とりあえず頑張ってくださいって言葉だけ言っておきます。今日は生誕 T シャツを着ます。生誕 T を着るよ今日は。そう、昨日もちらほら着てくださってる方がねいらっしゃったんですけど、嬉しかった。今日は着るので、私も生誕ティー持って家出ました。わあ、ありがとうございます。ありがとう。今年の生誕ティーのポイントは後ろにマグロのお寿司がいること。かわいいでしょあれ、お気に入りなのこんにちは。
物販マジで大行列なんで頑張ってください。正しい、あ、そうなんだ、行列なんですね。知らなかった。どこら辺にあるんだろう。なんかレーン立っててもなんかグッズのところ分かんなかった。結構奥なのかな。あ、今並んでるって。やっぱ人多いの。みんなやっぱ欲しいよね。でも推しメンチキホルとか欲しいよね。私だったら欲しいもん。マイシングル買っちゃう。あ、奥の方だって。そりゃ見えんわ、私からは。そりゃ見えません。こんにちは。今日も楽しみだね。今日はセブンティーンラスト。いや本当に嫌だ。明日にはもう18歳になってるんですよね。すごくなんかもうどうしよう。私そんな予定じゃなかったんだけどな。嫌だな。いやなんかすごいなんか実感が湧かないんです。本当に自分が18歳になる準備できてないもん。まだまだ早い。あと1年ぐらい待ってほしい、18歳になるまでっていうぐらい。本当に18歳になる感じがしません。考えられない。こんにちは。いやなんかもうまだ18歳って言われるけど、いやもうこちらからしたらもう18歳よ。いやもうびっくりびっくり。だって13歳でこのグループに入ってもう18歳になっちゃう。もう5年？早い。あっという間。本当に。こんにちは。初見の方ありがとうございます。ありがとうございます。 SK48 チームメスのしぐれずきです。ありがとうございます。こんにちは。ありがとう。なんかね最近ね大人っぽくなったねってすごい言われる。自分でも思ってるけど。そう言われるんです。自分でも感じてるけど。あとすごいなんかそう毎年恒例の写真撮るやつ、あれ誕生日じゃないですからね。私撮ってる日誕生日じゃないから言っておきますけど。
あれ撮ってるの3月7日ですよそうだから誕生日に明日更新されるって思わないでください。まだ全然です。3月まで待っててください。まだ全然先だよ。こんにちは。気が早い気が早い。3月まで待っててください。こんにちは。15分だって。なんでその日なの？え、特に意味ないです。意味全くない。特に何も意味ない。たまたま。全然3月7日に何かしたとかでもそんなわけでもないです。全く。ないですよ、意味は。セントラついてくる。生誕って忘れたんだけどいける。ああ、すごい大きい忘れ物をしてしまいましたね。さあどうしますどうしますか。生誕って忘れたって。ああ、あーあーって。ああどうする。あ、じゃあ私は優しいからまだ未開封の L サイズとか持っていけばいい。持ってってあげるか持っていけばいい。もうまだ開けてないし、まあいろいろサイズあるけど持っていけばいい。私の生誕でいい。持っていけばいい。あげよっか。嘘です、そんなことしない。嘘だよ。買いますって。買います。買います。こんにちは。
白ティーン手書きでもありですか？ダメです、ダメ、それはいけませんいけません。そう、今日ね、でもセーターティーの下に着る何かをまだ決めてなくて、だから服が決められないんです、私服を。どうしようかな、何がいいかな、何が合うだろう。まあ白い T シャツとか何でも合うんだけど、何がいいか全然決めてないね。あ、アイスありがとうございます、ありがとう。何がいいかな、こんにちは。おお、ギフトありがとうございます。これはトンボ？こんにちは。何がいいかな、考えとかないと。今日はすごいなんかあれですね、なんか曇ってる、昨日とは違って、昨日は結構暑かった気がするけど、今日はそうでもないかな、もしかして。どうしよう、なんかますます服装に迷ってしまう。何がいいんだろう、ほんと全然わからん。ほんと服装考えるの難しいよね。こんにちは。何時に終わろうかな。15分になったら終わりたいと思います。明日で18歳ですね。そうだよ、明日で18歳になっちゃう。早いよ。夜は涼しくなるもんね。そう、私が帰る頃はね、もう結構涼しくて、なんか今車両も窓開けてるから結構寒いんだよね。帰りすごいなんか昨日窓開いててすっごいなんか寝れなかった、寝たかったけど寒くて。そう、セントレアっていうか、なんか愛知スカイエキスポ海が近いからあれだよね、ちょっと寒いと本当寒い気がする。風がビュンビュン吹いて、こんにちは。免許取れますよ。いや、取りたい、ほんと早く。早く取りたい、早く取りたい。早く取りたいな。
運転うまそう。いやでも下手ではないかなとは思ってるけど、いやわかんないよ本当、やっぱりしたことないし、まあ当たり前だけどしたことないのは、いや本当やってみないとわかんないよね。なんとも言えんよ、やっぱなんか難しい。早く免許取りたい。こんにちは。こんにちは。でもね、何の車乗りたいって聞かれるけど、なんかデザインが好みの方がいいの。なんかそのデザインが好きじゃないのに乗り、なんか乗りたいと思わんから、なんかある程度自分が好きな見た目してる車がいいですそう、燃費とかよりもなんかデザインデザインジュース。アクアだっけ？アクアも好きだし、CHR も好きだし、あとはヤリスクロスとか、ハリアーとか。が好きです。そう、なんかアクアね、そうデザイン変わっちゃったみたいな。そう、私前アクアが好きだったんですけど、でもリーフも好きだけど、リーフあれだもんね、日産だから。ごつめの車、そう、なんかでもごつい方が好きですね、なんか。ごつい方が好き。色はね、黒とかがいい。黒とかがいい。なんか白とかはあんまり嫌だ。黒とかがいいです。暗い色がいい。黒熱いよ。いやね、お父さんの車黒なんだけど、めっちゃ熱い。ほんと激熱い。けど黒がいいの、見た目重視だから。そう、けど黒がいいんです。そんな熱くても平気。夏場は目玉焼き焼ける。すごい、初めて聞いた、そのあの、なんて言うんですか、その表現。目玉焼きが焼けるんだ夏は。そう、やったことがあるってことですか？やばいな。あ、15分だ。そろそろじゃあ終わりにします。ちょっと
あっさりしちゃったんですけど、今日も明日はお誕生日なので全然長く配信するので、ぜひ見に来てください。ぜひお祝いしに来てください。ありがとうございました。今日はケンチェルトーク会、今日もですね、ケンチェルトーク会です。来てくれる人待ってます。ありがとうございました。またね。ありがとうございました。バイバイ。17歳最後、ありがとうございました。バイバイ。また明日ね。